皆さんこんばんは。シェフィリキです。今日も、この動画をご覧いただきまして、本当にありがとうございます。今日はですね、もうまだ夕焼けが始まる前とか、安田って夕焼けないんですよね。あのね、山が高い南アルプスとかね、あれね、囲まれてて、夕暮れになる前に日が落ちてしまいます。こんな関係で、安田だけで非常に夕焼けが珍しいというですね。そっち側なんですね。山のね、城壁みたいなのが囲まれてると、ギリギリのラインまで落ちていく。そしてね、色が変わっていくというのはあんまりないんですよ。不思議な話ですけど。さて、今日は、白ワインのゼリーを作ってみようと。ゼリーですね。インドではありません。白ワインを使ったゼリーを作ってます。実は、奥さんが結構これ付き合わせ、うちのゼリーね。では今日はそのゼリーの話でございます。はい、今日の材料です。白ワイン、水、イナーガーですね。固めるもの。それから砂糖、僕は甜菜糖を使いますので、今日は白い甜菜糖を使います。白ワインをね、アルコール飛ばします。鍋に入れて、沸騰してきたら火を飛ばします。アルコールを飛ばします。アルコールを飛ばします。これがアルコールを飛ばしたね、白ワインです。これはね、200cc だけ使います。スタートはね、300cc です。なんで50、70cc ぐらい蒸発してますね。さっきの白ワイン 200cc に 400cc の水、全部で600になります。で、これももう一回沸かす。で、これ、白い甜菜糖、そちらにイナガー 10g。 最初からこれね、結構溶けにくいので合わしちゃいます。これもよーく、まもなく沸きますね。白ワインと酢と水、元白ワインですね。アルコール飛ばしちゃったから。そこに合わせたもの、白い甜菜糖とイナガー、やっていきます。で、もう一回火をつけて、温度を上げながら、結構溶けにくいのでいいなって。沸かし寸前まで温度を上げて沸き回していきます。で、イナーガーを溶かした液体をこします。この時に溶け残ってるものがあったら、ここに引っかかりますから、味見はしてくださいね。で、好きな容器に注ぎます。優しくね。で、あと冷蔵庫で冷やして固める。固まりましたか？固まるわけないか。冷蔵庫で、そうですね。イナアガーは結構早く、温度高くてもですね、固まる性質がありますが、ゼリー、あったかい質問ね、デザート系のゼリーっていうのは、ちょっといまいちだと思いますから、そうですね、2時間ぐらい固めると
ございます。で、今回は口溶け重視なので、フルフルしてます。市販のゼリーとかって結構ね、硬いんですよ。で、実は、はい、ゼリーを作っておきながら、衝撃の告白です。僕ね、ゼリーずっと嫌いだったんです。なんでってね。まあね、ずっと、なんでかなって逆にずっと考えてみたんですけど、某食品メーカーさんからですね、箱に入ったゼリーって言ってたんですよ。粉だけで溶かしたらゼリーできますみたいな。あれ、昔の、昭和の、はい。まだこのね、シェフ秀樹が、まだ、高顔の可愛いシェフ秀樹だった頃、今はもうダメなんですけど、その可愛い秀樹さんだった頃ね、まあ自分で言ってもなんですけど、お母様が作ってくれるわけですね。はい。可愛い秀樹のために、しつこいって。まあいいですよね。僕ね、それダメだったんですよ。あの赤いやつとかね、色子いっぱい入ってるやつ。あんまり美味しいと思わなかったんですね。むしろどっちかというとそれよりもプリンの方が好きだったりとか、アイスクリームが好きだったりとか、したんですよ。もっと言えばケーキが好きとかね。うん、で、ゼリーっていうのはあんまりピンとこなかったんですね。なんかね、食べててもなんか何食べてるかわかんないし、ぷにゃぷにゃしてるし、みたいな感じで。だから長い間、食わず嫌いでございまして、その後からずっと、まず手を出さない。そういったもんですね。でも、たまたまね、レストランやってて、やっぱりいろんなデザート作んなきゃいけなくて、いろいろ試してるうちにですね、ある本に会いまして、はい。山野草の料理の本で、野草をこのゼリーに固めてるっていうのを見て、すんごい綺麗だなと思ったんですね。はい。で、かつ、たまたま、なぜかですね、今僕が使っている稲川ですね。稲川を山のようにもらいまして、これ、こういうのすっごい苦手。実は僕はゼラチンばっかり使って、まあ、フレンチでゼラチンすっごい多いんですけど、ゼラチンばっかり使ってたから、マジかって、これ、歯があって使ったことないんだよね、みたいな感じでたんですけど、もらっちゃったんで、使ってみたら、すごい使いやすい。なんだこれはこれすっごい相性よかったんですよ。食べててね、まあ、ピーンとしたらですね、これいけるわ、と。で、それ以来ゼリーを結構やってますが、もう独特の溶けるぐらいの、このね、ポヨンポヨーンって感じ。このポヨポヨーンって抜けていく感じ。これが僕の目指すところで。だから、ガチガチの外で売ってる系は基本やっぱり作らないです。うちの子供とか食べるんですけどね。僕はあんまりピンとこないんで、あれは食べないんですよ。そういうトローンとした感じ。まあ、やっぱりレストランのシェフですから、ここでしか食べれない。持ち運びすることを考えなくていいというところからやってますので。そこら辺な感じですね。はい。で、まあいろんな応用を聞きます。オレンジジュースとか、そういったものを固めてもいいですし、今日は、ね、たまたま白ワインという形でやりました。一番オーソドックスな感じ。でも、あと、まあ、あとね、ゼリーの中にもこうやって、ふってほら、サクランボ入れても可愛いじゃないですか。うん、もっといっぱいフルーツポンチみたいな、固めたフルーツポンチみたいな、某、た、ま、み、ゼリーさんとかね、ああいうのうちの子も好きなんですけど、やっぱりね、フルーツは絡んでていいなと思うんですよね。まあ、それはわかります。僕も甘味感は好きですから。はい、あれが固まってると思うと、なんかワクワクするのはすごいわかる。なので、こういうゼリーもの、はい。簡単で、子供やっぱ好きですよね、ゼリーとかね。もうグミとかもダメなんで、子供って好きやなと思うんですけど、はい、こういったもの簡単に作れて、喜ぶ子供が喜んでくれる、何よりも食べてくれる人が喜んでくれる、これ非常に重要です。なので、はい、今日はこの簡単にできて美味しいゼリーを出してみました。あ、一つだけポイントで、白ワインを飛ばすときに中途半端飛ばすとめっちゃアルコール残った感がありますから、白ワインアルコール飛ばした後に必ず飲んで、はい、おーってくるかなっていうのは確かめてくださいね。子供がポヤンポヤンになっちゃったら偉いことですから、大人はいいですけどね。特にでもこういうとこにいます。ほら、今車走ってたでしょ。うちのレッスンとか全員ドライバーなんで、ほぼ。そういう人たちに、ちょっとでもアルコール残ってるの出すわけにはいかないから、うちはすごく注意してます。はい。というわけで、ゼリーの世界へようこそ。それでは、皆様の簡単にできるゼリーで、周囲の人を幸せにしてあげてください。あ、いいね。白ワインのシャンパングラス。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。あ、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。シェフが嬉しいです。はい、それでは、ボナペティ。いいわ、これ、やっぱり。